モトコンポ乗りの橋です。いつもご視聴ありがとうございます。今回は走れカッサンチャンネルのアジトに潜入です。今回は走れカッサンチャンネルのアジトへの潜入に成功いたしました。アジト内でのカメラ撮影にも成功いたしました。ラジコンバッテリーを取り付けながら交わした会話についてもバッチリ録画されておりました。未公開映像も含まれております。ご覧ください。その前にラジコンバッテリー取り付けにあたっての注意点をお話しいたします。取り付けは自己責任でお願いします。これはニカドバッテリーです。リポバッテリーは本当に爆発するそうです。合わせてレギュレーターの取り付けもお勧めいたします。今回の主眼なんですけど、これですね。はい、ここですね。バッテリーですね。じゃあちょっと作業の方お願い、説明の方お願いします。はい、この、バッテリーなんですが、もう今すでに廃盤になってます。で、リプロ品売ってると思うんですけど、売ってますね。横倒しにした時に液が漏れるらしいと、ほう、こういった話を聞いたことがありました。うんうんうん、で、私、先ほどもご紹介したんですが、はい、じゃあ液漏れもしない、うん、メンテがいらないようなバッテリーないかって言った時にこれ、ですね、先ほどのバッテリーを見つけたと。はいはいはい、ちょっと中身開けてみますと、はい、まあね、これちょっと何かゴムなりウレタンなり巻いた方がいいんですが、うん、まあ、イメージはそうなると大体ピタッと入ると、うんうん、ちょっと緩衝材入れてですね、うんうんうん、そうすると、横倒しもできますし、当然、保安部品つくようになりますんで非常にお手軽かなといったところです。はい、私も過去モトコンポ3台、乗り継いでおりますし、持ってますが、すべてこれ使わさせていただいております。はい、皆さんありがとうございます。はい、じゃあ先ほどほら説明があったなんかほら、はい、なんかコネクターみたいなのもあったらいいです。これはどこにどうなるわけですか。これですね、はい、先ほどお見せしたバッテリーつなぐんですが、うん、直接つなぐと今度充電器がつなげなくなるんですね。充電器開けてみますけど。なるほどなるほど。充電器用の口は出しとかなあかんですか。そうなんです。充電器のコネクタ、うん、これを残しつつ、はい、バッテリーをつなぐとこういうことをするためにはですね、うんうん、この部品ないといけないと、うん、分岐させる、そういうことですね。一つを二つにするみたいな、そういうことですね。車体側にこれつけます、はい、でバッテリーを取り付けますと。なるほどなるほど。こんな格好になります。なるほどね。そのためにギボシがいるわけですね。そうですね。なるほど。はい。はい、わかりました。ですね、これ、普通に、こっから外してもいいんですが、うん、一応念のため、せっかくヒューズがついてますんで、ヒューズ活かしたいと思います。はい。で、ヒューズ、もうこのバッテリー自体はね、使わないということでしたんで、うん、このあたりで、はい、線ブチッと切りたいと思います。はい、中目じゃなくていいですか。はい、お眺めしておきましょうか。中目にしておきましょう。一応中目ここら辺しておきましょうか、はいはいはい、後戻りできるぐらいね。そうですね。あとこっちについてはですね、これ青い線、もうこれはあ、そうなんですね、もう別にいいかなと思います。あ、いいんだ。へえ。なんかない方が、入れすぎない方がいいんかな。で、僕一回でもそれでね、はい、そこがまあまあそんなもんでいいかってやったら、そこがちょっとほら、あ、なんていうかな、モニって見えてるじゃないですか、はいはい、そこがやっぱどっかいろいろ接触するのがなるのか、接触不良を起こす時がありましたね。あ、それとこれホンダあるあるですね、ちょっと入りにくい。あちょっとこれも外しちゃいますね、本当に。はい、大小ちゃんと合ってるんかね、これ ね、多分ホンダが小さいのかな、ええもんがでかいのかわかんないですけど、いや小さいギボシと大きいギボシあるんですよ。なんかあ、やっぱそうなんですね。ありますありますあります。なんかね。で、その結局ロードパルとかちっちゃい系ありますね。はい、あります。ちっちゃい系はちっちゃいんですよ。昔のやつとか。そうなんですね。だからもしかしたら合ってないかもしれません。はいはいはい。まあ、一応入りました。入ってんのと、ちょっとまあ水かぶらにかぶせときました。うん。一応ね、僕もこれでいつもやってるんで、あ、やってんねん、まあまあ大丈夫かなと。古い不動車ね、接点復活剤がパークに入れてこうやってネジネジしとくからね。あ、はいはい。これもう全然もう、もうこれするだけで復活しますからね。ねえ、まあ簡単なことで言うと、確かにあの僕も1回だけそれで助かったことあります。うん、うん。火花出えへん、火花出えへんって言ったら接点だけって多いですね。はいはいはい、やっぱあのカッサンの動画で勉強させてもらったのがキーシリンダー、はあはあはあ、あれもそうなんやと思ってね。ありますね、ショート君。
もう軒並み全部つかないですもんね。ですよね。いや、単純なそういうことやったら、ね、勉強させてもらう。僕そんなんだから、もう火花出えへんわって、もすぐなんか二足三本で打って失敗したことありますよ。あ、今やったらね、なんでやろうって思う。いやー、そうなりますよね。今度してる間にね、はい、いいバイクが出てた。ああ、確かに少し人がならね。何回見ても何も変わってないけど、はい、その何回かの30回、40回、50回に1回えっってのがあるんですよ。確かに。だって僕、前ほら CB250TLA カスタムね、はいはい、あれ僕1万円で買ったんです。あ、でもそのきっかけは、はい、リードがタダでもらえるって、あのリード、あのリードタダだったんですよ。で僕 それでガッてもう早く行って、はい、でもいや、もうお金出しても買いたいっていう人いるんですけどって言われたけど、いやもう僕もう出発してるんで言うて、まあそこ向こうの人もいい人やって、それ言ったら、まあそう知らないですよね言って、それをタダで持って帰るときにこれもあるんですけど、それしたらそれ5万ちょっと出してたかな、はい、あります、書類はなくて、おー、いいっすよ、じゃあ1万円やったらいいですよって言って持って行ったら、うん、書類がついてたと、ちゃんとつあれ釣ってたんでしたっけ、封筒が入ってたんでしたっけ、入ってる、ね、内側にピタッと同化して貼ってやったんですよ。直しますわ。テープでいいんじゃないですか。まあいいですけど、はい、せっかくなんで、あの、ね、伝説行かれるときにこう雨降ってね、ここからショートしました、あいつのせいだ言って。まあ今やったらキャンプができるようになったでしょ、まあ、確かにそうですよね、その季節さえ良ければ、ね、そのでもまあ場所によるから熊が出る可能性があるんで、そうですよね、めっちゃ怖いですよ、近づけてもやっぱ夜中来たら怖いですよ、めっちゃ怖いですよ、獣系は、ね、獣が良くないですね。で九州やったらね、別に熊おらんからいいけど、北海道は小さいもんな、ゼロじゃないって思ったら怖いんですよ、ですよね、やっぱり。いやいや、じゃあそのそんな北端やったらおらんやろって思うけど、でもそれでも怖いです。なんか北の方の方がいそうな熊とかね。布一枚でしかないですから。ですよね、有名なほらワンダー、福岡ワンダーフォーゲル部が全滅したあの熊、なんかありましたよね、あれ5人だか6人だか、あれの実録見てた、むちゃくちゃ怖いですよ、やっぱ熊、僕もそれ見たな、うん、そうそうそう、めっちゃ怖いですよ、なんか餌あげちゃったかなんかなんですね、そうそうそう、ほんで次はあのその何その荷物を取り返したのがダメやったんですよね、そう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 、で熊は自分が一旦自分の獲物や持たら絶対にその執着して取りに行くみたいな、ね、で次はもう荷物諦めて捨てたけど、ね、今度はクマは落としたらくれるっていうふうに学習してるもんだから、なんからしいですね、あれもう荷物も全部餌も全部あげたのに、なんで追っかけてくんねんっていうのはもう最初の初動を間違ったからってことでしょ、ね、そう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 言ってましたね、そうなんか覚えてますわ、仰天ニュースかな、そうなんか、ね、あれ見てもう震え上がりましたよね、めちゃくちゃ怖いです、ね、サビの上から濡れるスプレーでしたもん、あ、知らないです、これ全部そうですよ、サビの上から見て、あ、そうなんですね、何も大して清掃せず、それなりに綺麗なく見えるでしょ、ね、十分でサビの上から見てる、おー、そんなサビ、あ、そんなサビめっちゃサビてたんですよ、あ、そうなんですか、うん、めっちゃ汚い、あ、そう見えないですね、小増しに見えるでしょ、見える、サビの上から塗るやついいですね、一応ね、こんな感じで完成しました、はい、一応つながりました、プラス、あ、プラス、マイナス、はい、はい、それでは木星がついたんで見ていきましょう、はい、はい、こちら車体側です、はい、で先ほど取り付けたのがここおメスですね、はい、メスの木星、カブラつけました、でこちらはですね、バッテリー側のヒューズを残しつつ、ここに、カプラ木星で止めて、取り出しって取り出しですね、そしてバッテリーをつなげる、はい、で、私は何回か間違ったことあるんですけれども、これ間違えて、うん、こっち側つけないようにだけこっち、こっちとこっちはどうやってもつながりませんので、さっきつけてからってことですね、はい、わかりました、ね、じゃあ、これ取り付けいたします、はい、で、ちょっと線が長いんですが、うん、まあ、とりあえず仮で、そうですね、仮でこのように
格納します、まあ、収納はできるかと思います。ヒューズはここ止めれます。はい、ちょっと待って、今こんな感じで、それで後々ここは緩衝材、まあこうなんか入れたいですね。はい、で僕のこれ切れてますね、これこのバンドが。ええ、バンドはね多分まだ新品あったと思います。新品が出たと思います。入れ替えできるんですかこれバンド。ええ、これね外れます。じゃあ元コンポのその番号、番号知ってます？番号忘れましたけどね。あ、調べればすぐ出てくると思います。多分400円ぐらいだったと書いてますね。じゃあね、そのバンドね。バッテリー番号。じゃあ今日の大和さん、はい。今日のポイントはキーオンで、はい、このウィンカーついたら今日の作業が間違いないと、はい、いうことになりますんで。になりますね。儀式お願いします。本日の儀式。はい、緊張しますね。大の大人が。大の大人が。点灯式成功するのか否か。じゃあお願いします。お願いします。行くのかな、はい、お願いします。はい、シーン。え、あれなんでやろう、つかないですね。つかないですね。てか、これもともとオイルランプはついてました？知らない。ここね、スイッチを押したオイルランプピコンってつくはずなんですが。へー、あ、ついた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 、あ、つきましたね。点滅はしない。あ、つきましたね。ついた。あ、だからあれだ、ウィンカーリレーが死んでんじゃいますよ。どうでしょう、ひょっとしたらもうちょっと充電した方がいいのかもしれないですし。なるほどね。おお、黄色、あ、いいですね。綺麗よな。実どうですかね。え、ほんでね、めちゃめちゃ綺麗です。すごい、これバイク中にも元コンポ、あの、なんか 木みたいなやつが、あ、じゃあこのままよいしょ。あ、すごいモンキーだ。こんにちは。いらっしゃいませ。来ました。いや、素敵やわ。元コンポのリポーカーさん、元コンポ専用のチャンネルやってる人、見たことある。あ、そうですか。ありがとうございます。ありますよ。あ、そうですか。はい。はい。喋り方が独特。あ、そうそうそう。元コンポ。ありがとうございます。やってやった。じゃあお邪魔します。あ、じゃあすいません。失礼します。こっちの方がいいんですか。あ、大丈夫。見れるから。あ、そうですか。あ、じゃあこっちから。あ、そうですか。あ、じゃあすいません。こちら失礼します。綺麗な凝ってらっしゃるわ。店内にも元コンポ括弧赤が飾られていました。食事についてもすべて美味しかったです。マルゲリータピザについては取るのを忘れて食べきってしまいました。生地がもちもちしていて他では味わえない美味しさでした。何回も来たくなる、そんなお店でした。カッサンへ今回もコラボいただきありがとうございました。タイガース元コンポの完成を楽しみにしております。今回は趣向を変えてお送りいたしました。次回以降10万円カレンコンポの動画に戻ります。この10万円カレンコンポの行く末を見たい方は次回をお楽しみに。ではまた。今回は私のカメラ設置ミスにより、せっかくのカッサンとのコラボ動画あまり撮れておりませんでした。内知恵を絞った結果、潜入映像ということにさせていただきました。今後はカメラ2台体制で行くべきか考え中です。ではまた。